続いて逆手打ちです。はい、常の構え、まず逆手の構えです。このように構えて逆手に取ります。この状態から一歩前出て大きく構えます。この構えを逆手の構えと言います。先ほどの本手打ちとこう手の持ち方が違いますね。杖の先が目を攻めるのは同じです。基本的な打ち方は同じです。手をいっぱいに取って、さあいっぱい取って大きく上げて、ここから前手を支点にして、今度は逆手のままですから手の持ち替えがありません。そのまま前に出ます。はい、出て打つ。はい、まあ、さあ2引いて打つ。こう、ね、必ず杖の先にこう重さが出るようですね。杖の重さをよく活かして打ってください。はい、治るときには先ほどと同じです。手を持ち替えて、杖の中央を持って治ります。治れ。はい、回って、はい、1、2、3、構えて、はい、逆手の構え、あと同じです。1、はい、直って、待って、はい、以上で 逆手の解説を終わります。